愛知県で活動しております、夜に良いと書いて弥生と申します。先ほどご紹介に預かりました通り、今年のテーマを日本最古の英雄ヤマトタケルとさせていただいております。この暑さ終わり、暑さがあるこの僕たちの地でヤマトタケルがどのように生き、どのように魂を燃やしたのか、そのヤマトタケルの生涯、ヤマト魂を弥生の世界観で表現させていただきます。それでは皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。終わりに始まるヤマトの心、たくさんのご声援